まあ、買いました。はい。買わされました。彼の最後の買い物とか全部信じないでください、皆さん。いや、ラストバイですから。いや、あと1ヶ月半あるんだから買うの決まってるし。決めちゃうわ。わかんない。俺も言ったんだけどね、ラストって言わなくていいんじゃないって。誰も別にさ、誰も知らんの知ったことない。そう言ったんだけどね。あれと一緒、人間が絶対風俗行かない、絶対風俗行かないって風俗行くのと一緒やってるもん。嘘だよ。言ってんだよ、最後。あっち行け、もうお前が呼んだんだよ。お前が呼んだんだろ。終わった。おい、ふざけんなよ。俺買い物しただけ。オッケー、カットです。はい、終わりです。ありがとうございました。おい、おい、おいしてる。お前らが呼んだんだぞ。うちがお風呂入ろうとしたら、何なの、行かないでったら行って、お風呂入ろうとしたらもうどうでもいいことに呼びやがって。これが女です、皆さん。おい、ありがとうじゃん。よしよしよし、はい、うい、おおおおこれはもう水かけろ、本当に。確かにね、本当だって今欲しいのないやん。あなた飛んでられるじゃん。なんでちゃんよ、帰ろうとしないの。本当にありがとう。なんか言おうとしてる。いやいやいや、悪口じゃない、本当にありがとう。私は勝手に言われて悪者にされてる時。いやいや、悪者になってないよ別に。悪者に悪者になってないじゃん。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、本当にすみません、皆さん、お手数をおかけしました。とりあえず。あら、そういうのも。僕は、これからも買いますよ、もちろん。買うけど、今は買わんなって気持ち。絶対買わない。悪くなる。宣言撤回、朝礼誤解、全然あるでしょ。そんな買わないです、これから。どうも。黒足の元気です。いいって、三治君じゃないから。見ても似てたねえよ、お前なんか三治君の足元にも呼ばない。ちゃんゆーちょーん、じーってなみちょーんじゃないよ。ワンピースしかもそんな詳しくないじゃん。はい、知らないです。あ、知らなくはないよ。知らなくはないよ。知らないの。ちょっとまあまあ知ってるよ。もうシェフになりきりましたか。はい、ちょ、シェフっぽいことなんか言ってみてよ。シェフっぽいこと、うん、なになに、やっぱね、うん、イーストブルー、え、1のコックになると思います。何、それもワンピース。俺も合ってるか分からん。もうじゃあやるなよ。やるなよ。どっちも分からんかったらもう分からんだろ。イーストブルーじゃないか。今回の締めを終了ということでね。誰、今回は靴編でございますね。誰だっけそれ、はい、分かんないもん。ミスト購入いたしました。もう、ああ、そうだね、はい、してまして、しまいました。結局、まあ、何やかんや言いましたが、私は多分幅がすごく広いので 5E 買わせていただきましたね。見てよ、靴が一足ずつやば包まれてます。何それ、何ですかこれ、やば、聞いたことある、木型ね、謎のすごいな、はい、こいつ頼んでもないのにつけられました。まあつける予定だったんですけれども、だったんかい。これ1万円以上、1万3000円ぐらいします、この木だけで。それで靴買える。え、普通はどんぐらいなの。俺相場知らん。2000円ぐらい買えるんじゃない。安っ。100均にもあるし。メイドインフランス。あー、いいね。メイドインフランスなかなか見ない。見ないね。うん、まあなんで買ったか。ちょっと待って、ちょっと。まあ、これちょっとさっきあれから説明したけど。ああ、もう、始まった。はい、言わせてください。始まった。またこれ3回聞いたよ。プライベートカメラとか。昨日目。昨日目で言いますと、やっぱり皮がめちゃくちゃ上質でございます。これ、本当にすごい。わかってるよ、もう。すごい。あ、わからんだろ。牛だと。最新ですね。やっぱり一番僕的に厚いのは、一個一個木型があるよって言ったぐらいの感じなんですけど、まあ、ローファーしかも手元がないんで、ギュッと縛られてるんですけど、でも、そのきつめのフィッティングされるようにしていました。なんでこれめちゃくちゃ痛いです。そして履いたそんなあれだ。ちっちゃいのを自分で履いて鳴らしていくみたいなことなので、最終的にもめちゃくちゃ自分らしいフィットします。なので革の靴下と呼ばれております。はははそんな、まあ、昨日見てたそこ、まあ、めちゃくちゃ硬いのを頑張って本当ね、半年以上履き鳴らさんと、うん、半年以上履き鳴らしてやっとそこで履けるようになるぐらい、こんなことしないといけない。とにかく大変、うん、鳴らすのは大変でもない。なんか最高みたいな。分かった。 PT すぎて俺しか乗りこなせないねんぜ。まあ、何あの、タネさんで、名言名言。この形見たことある。学生の皆さんだったら知ってるの。ローパーちゃん、ローパーちゃん思うとこの形を生み出したのがウエストン。CM ウエストンがこの形を生み出しました。ダンスです。カメラの前に。それゆえに、だからね、ウエストンの
これは、まあ、おじさんの KO みたいなのですね、もうみんな吐きまくって大流行中で吐きまくってなのでおじさんが吐きまくって、まあ、おじさんのシューズみたいな地位を獲得したんですが、一周回ってその靴を若者がお父さんの履いてるこれを裸足でちょっと、スーツでジーパンでジーパンとリーバイスの重りとウエストンのこれを合わせるっていうのが大流行します。はい、それが何でしたっけ、三脚の後ろです。そうそうそう、バカってるの。それでね、チャンネルでライン保ってたんですね、みんなね、こういうファッションでデモとかでやったでしょ。で、その学生の象徴になったりとか、まあそういう靴ですよね、ウエストンって言ったらそういうところもありますと。まあ履かないわけにいかないです、そんなストーリー一番好きでしょ。買わせていただきました。これはまあ、いい、あなたたちの責任でもありますよ。2人いました、ウエストンあ、そう、今ウエストンの店員さんに言ってるのこれ。ウエストンの店員さんじゃないです、うん、コメント欄の方。ああ、そうね、はい、松枝買い物チャンネル本当に松枝買い物チャンネルになっちゃうので、うん、気をつけてください。ヒバット、元気です。チューです。人間だー、人間マンです。よろしくお願いします。今日は何、今日は純平の誕生日。イエーイ。今日は打ち合わせしてた、今日は打ち合わせしてた、今日は誕生日パーティー、はい、企画でございます。メインで。やめよう。もう一回しよう。してない。あ、もう一回しよう。え、ありがとう。元気です。チャンです。人間だー。元気しまんでーす。お願いします。今日は何、ジュペロスタジオでーす。いや、もう本当にやめろよ、お前。本当に。知らんよ。お前、チャイムの機嫌悪いんだぜ。あ、確かに。気をつけるよ。お前、マジやめろよ。あ、決まった。元気です。チャンです。人間だー。人間ジャパンでーす。お願いします。今日は何、準備の誕生日パーティーでーす。もう帰っていいから。ヘコタ、元気です。チューです。人間だー、元気ジャパンでーす。俺、笑っちゃってる、元気ジャパンですね、もう。すいません。いいよね、いいよね。よし、今日の企画はジュンペイの誕生日。イエーイ、誕生日のデー。俺これ関わってないもん。俺もこれ関わってないもん。やばい、俺帰る。これは本当に今今のマシンゲームね。もうやめて。もうわからなかった。本当わからなかった。もうなんかそれありきでもなんかちょっとね。ありがとう、元気です。チェンです。人間だー、人間マンでーす。お願いします。よし、今日の企画は純平の誕生日。イエーイ。嬉しくない、もう俺も、もう俺が生まれたせいで。よかった、元気です。人間だー、大丈夫です。お願いします。もう、はい、今日の企画は純平の誕生日。これで終わろう今日。はい、それでは今週もその高専ママパーティーが開かれるということで、高専ママに頼まれてこちらスーパーマーケットならぬハイパーマーケットに来ました。まあ、なんかそう、スーパーマーケットの上のハイパーマーケットっていうのがフランスにはあって、食材を買ってるんだけど、ちょっと今日は何が作られるのかちょっと僕も楽しみです。はい、ということで、今からちょっと高専ママを呼んで料理を作ってもらいたいと思います。みんなも一緒に高専ママを呼んでみよう。せーの、高専ママー、はーい、高専ママよー。純平ちゃんの誕生日パーティーの料理を作っていくわね。こんな誕生日パーティーにふさわしい素敵な豪華な料理を作りたいと思うんで、楽しみにしてね、純平ちゃん。鱗取るわよ。高校生の時にフレンチレストランで、2年ぐらいアルバイトしてて、キッチンの方で。もうそれ10年ぐらい前だけど、それ覚えてるわね、もう体が。
おーすげー、パーティー料理多いな、はい、すごいですね。すごい、確かに。じゃあ一品ずつ説明を。玉ねぎ丸ごと1個オーブン焼きでした。おー、何それ。玉ねぎでございます。すごいじゃん。美味しそう。フランスのもう伝統の家庭料理、バターパスタ。へー、こちらアクアパッツァ。これが一番すごい。アクアパッツァ。アクアパッツァ。よくあるやつだね。でも作ってもらったの初めて、アクアパッツァ。すごいね、こんなできるんや、家で。いや、これすごい、ありがとうございます。これすごいよ、だって。はい。こちら、はい、買い出し班で、はい、私、買いに行かせていただきました。茶屋がね。はい。なんかいろいろあって2時間ぐらいかかりましたから。ええー、やっぱ。なんで。ちょっとお店いろいろ。ふわすごい。うわら、ほらこの日本のなんか東京って書いてある山崎、あ、山崎行ったんだ、あの山崎。美味しいかな。美味しいよ絶対。ハッピーバースデートゥー。ちょっと暗くて、準備のことは顔が分からん。ちょっとお前無表情すぎだろ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。表情となる、表情。おめでとう。あー、照れてる。聞こえすぎ。え？なんだちょっと。なんだよ。誕生日終わっちゃうよ。そんなあるっけ？誕生日終わるっけ？なんかみたいなあったっけ？誕生日終わる前になんかいっぱいあるよ。そういうことは。いや、なんもないでしょ。何？怖いんですけど。これはあります。僕から誕生日プレゼントです。え、マジで何？もうちょっと待って、早く、もう誕生日終わっちゃうから。あ、やばい、あと2分だよ。ガチで怖い。これでした、僕の誕生日。ちょっと何か別に、あ、あ、終わっちゃったんじゃない？終わっちゃったんじゃない？まだ終わってない、あと1分ある。あと1分ある。あ、5 4 3 2 1、終わったー。ないよそんなの。解放されたみたいな。違う違う。こいつだ。お前お前。上がりじゃない。もう順平の接待しなくていいや。よっしゃーみたいな。せっかく違う。今いい気持ちになってたの。違うよ。え？もう今日は。うん、大丈夫。俺はなんか知らんけど絡んでほしい。ちゃん元気いいって。もう長くなるからもうやめてくれ。ちょっとマジちゃんゆう絡んでほしいらしいわ。絡んでほしくないよ。もう頼むからどこ行って。頼む元気。ちょっとちゃんゆう、もう俺の手には負えない。いや、私の手にあなたたちは負えないです。いや、じゃあ全然連れてって。もう俺いやだ。俺や、やることいっぱいあるよ。うちもやってるよこれ。今日、え、みんなマッチしてる。あ、そうや、それでいいやん。違う、別に遊びたいとかしてなんもない。だって俺らもさ、男を言うて3人しかいないわけやから、うん、3人で365人じゃきついし、ちょっとさすがに3日に1回できつい。もうちょい男を外で 3,4 人増やせば俺らの負担も半分になるわけや。確かに。別に会う人はいくらでもおるよ。そうそこを言うぞ。頼むぜ元気。もうやめて、もう動画止めて。おい元気、おいやめて。もう無理無理やって。元気もやめて。何やめてって。いやね、そういえば、はい、うん、僕たちのサブちゃんちょいちょい出てる、うん、走りハッピー、はいはいはい。前、前回はね、うん、前話した時はなんか水道に出るみたいな話をしたんけ、確か。そうね、多分したよね。うん、したラーメンとか食いてるハッシーね、うん、がね、ついこの前工場委員会に出ましたね。すごい勝ったね。ね、誰よりも出てきてるね。うん、前に。いや、来てるんですよね、ちょっと、うん、まあまだ多分情報解禁されてないと言えないけど、うん、ね、とある番組、ヤバ番組にも出るらしいということで。絶対みんな知ってるもん。えぐいね、うん、どんどん更新していくよね。ハッシーちょっと売れちゃう。人間的にはちょっと悔しいんでしょ。いや悔しいね。めっちゃ嫉妬。まあね、あの感じで出れるのは理想系やもんな。すごいわ。
ちょっと頑張らないといけないね、これは。確かに負けたくないもんな。ね、頑張ろう俺らも。まあ俺は、うん、あ気づいてたからだいぶ前からね、やめろよ、足が面白いってこと、やめろよ、なんか気づいてたからさ全然こんなん決まる前からね、おいおいおい、ああごめんけど何年も前から気づいてたから、驚いて興奮してた人間さんお買い物編、はい、その順平よりしょぼいもんだよ、やめろ、はい、まあでも川って川とか川っていう点では一緒ですから生き物、生物、生き物、うん、ちょっとすごい、うわあのグロ、めちゃくちゃ解体してます、絶対あるわ、なんか何を買うんだっけ、そのラーメンが好きだから、はいはい、フランスでね美味しいラーメンを探してたんだけど、はいはい、満足できるラーメン屋さんがない、はいはいはい、だったら自分で作ればいいじゃん、なめんな、すいませんそれはなめでも作ってみたいな、まあまあその心意気は、うん、まあ楽しいしね、失敗しても、豚の骨をね、豚の骨売ってんのかね、どうなのな、ああやって解体するときに捨ててるはずないよ、はいはい、多分豚の骨くださいって言うわけ、うん、魚たちも、うわすげえ、お前料理人キャラやってんな、え料理人キャラやってんな魚の前で顎触んなお前うんじゃ、うんじゃねえよ、ありがとうございます、ドリーズベスカわら、めっちゃクールおい Look at him あっ、オメガ、うん、野球っていうかそんな個人的な話じゃないけど、うん、明日はフィンランド行くよ、あ、はいはいはい、明日いいね、いいね、なんやけど、うん、今ロシアがフィンランドの国境まで攻めてきてます、え、そうだ、それ行けないとかならない、行けるのは行ける、けど危ないんや、飛行機で行くんだっけ、うん、危ないんやない、まあだからこの動画が出てるってことは何もなかったってことだけど、サウナに入るために行くのさ、うん、それで心理状態で整えるのかっていう確かに、まあまあそうなんだろう、まあ、一回友達いるんだよ、あ、いるよ、え、え、明日から一人でが実は女にラインプランプランプズルだ、これおもろいな、確かにセックス旅行ってこと言ったらセックス旅行じゃないし、セックス旅行の前提何セックス旅行しかもあるやん、サウナ、サウナ最低、サウナで話はほぼ知らんから、ね、あ、そうなん、柴田さんぐらい、最低、言っとくけど、順平が俺に伝えてきたから、これこんな喋ってるけど、使えねえかおい、何何何何、今日ね、はいはいはい、あなたの iPhone、 まあ、これ開けれるっぽいやん、あということで、まあなんか元気とかチャイルがイジイジしてて、はいはいはい、まあ、別に大したことしてなかったんですけど、あ、はいはいはい、まあ、ちょっと僕は細かいところ目が届くので、はいはいはい、いろいろ見させてもらいましたが、おうおう、あなた、はい、何、セブンイレブンで働いてる時、うん、ずっと謝罪してますね、すごくやらかしてすぐメールで謝ってますねあなた、やめてよそんな、見ないでよ、いっぱい見つけましたよ、あ、そんなメール残ってた？残ってました。なんかさっき。あなたかなり謝ってました。2、3、4個ぐらい。ああ、そう。謝ってたね。発注間違えましたとかさ。ああ、はいはい。なんかそういろいろさ、なんかあったりとかね。うん、お前本当にその社会人とかの時からそんなやったよなっていうのを感じたし。そうそうそう。お前の妹は付き合って1ヶ月の男と同棲しようとするしさ。ふざけるなよお前、みんなってはい、というわけでね、まあ、いろ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 ありまして、まあ、元気さんが、女性に襲われるというか初めてかもしれない人生で意味わからんかったよね、まあ、ちょっと動画、そう、動画とか何も撮れてないけど、いきなりなんかうちらに女性がなんかフランス語でなんか変な人やったよね、なんか喋りながらなんか近づいてきて、突然去り際にあの後頭部をバックでバコーンって殴られるっていう、結構強かったよね、結構マジで、しかもしっかりめのバックでバコーンって殴られるっていう。
それでええねそれでええおい、はい、うるさいぞ。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。すいません。はい。すいません。口切れ。何やってんの。俺も怖いよ。背後から。俺も怖い。背後から俺後ろ見れません今。怖いです。自分の動画を見ながら何をする元気そう。あ、今聞いた。うん？あ、いや、大丈夫、見てていいよ。勝手に撮ってるだけだから。3、4回目ぐらい。3、4回目ね。で、ハグのやつも 3回目で いい顔してるね。いや、ハグのね、動画もね、やっぱ、ね、見てていいよ。ハグの動画のベストシーン言ったっけ。言った。シャドーボクシングとタイロンのシーン、うん、本当に絶対目つけると絶対違う。マジでやっぱ自分のことが好きすぎるがゆえにそういう変なとこ、いいフォームだったし、タイロンもやっぱ響いてたね。あれやっぱ響くタイプやからさ、ちょっとすごい、そのレフトやライトや、そのお話ししたわけじゃないから。タイロンってさ、当たるよ。ライトにも弾丸ライナーでホームラン打つよ、知ってる。いや、見た方がいい、マジで。普通のホームランってこうやん。ガーッ、入った。どんな格好してんの。普通のホームラン、いいよ。中村のりとか、この中村のりわかるでしょ。わからん、のホームランも誰やねん、誰や、うん、で、タイロンってのホームラン、キュッ、ガチライナーってこと。やばい。あ、そっか、チャイルスのところとか分かるやん、うん、ライナーっぽい。スタンド、名古屋ドームのスタンドがこんぐらいやつするやん。もうね、普通だったらホームランこう。いや、名古屋ドームのあれはしないよ。まあ、スタンドね。やめてやめてやめて。あー、これインスタライブしようとしてるでしょ。あ、おい、インスタライブしようとしてるでしょ。びっくりした。ね、酔うよ。インスタライブしてるとしようとしてるでしょって言ったら、してそうだよって言えばいい。何隠すの、なんでしてないよって言うの。いや、まあやってますよ。もうやってるやんけ。いい、サブちゃん撮ってんねん、こっちは。インスタライブしてるよ俺。純平は最近インスタライブに激ハマりしています。ピピン、今これテロップで。でもなんかね、俺の、はぁ、いい朝だね。わぁ、いいかも。なんかいいかも、いいかも。うるせえ唇。おい、もう一回言ってみろ。ねえ、本当に気持ち悪いか。もう一回言ってみろって言うんだよ。お前の気持ち悪い。ねえ、キモ、お前、怖い。なんでやろうな、メガネは。ねえ、うざい、もう何言って。ごめん。早く行ってくれ、もう去ってくれ。はい。お前が去ることが一番の今。あら、終わり。ちょっと、まあ、これ第一話ね。第一話。お茶ね、登録してほしいよ。うわ、じゃあぶっ壊さないで。